ではここから読みます。一緒に読みます。one, two, three. あなたのお父さんは普通何時に帰宅しますか ?What time does your father usually get home? 日本で一番好きな場所はどこですか ?Where is your favorite place in Japan? 音楽が好きですか ?Do you like music? 天ぷらは作れますか ?Can you cook tempura? あなたの好きなスポーツは何ですか What's your favorite sport? あなたに兄弟ういはいますか ?Do you have any brothers? あなたは犬と猫どちらを飼っていますか ?Which do you have?A dog or a cat? あの少年は誰ですか ?Who's that boy? あなたのお母さんの誕生日はいつですか ?When's your mother's birthday? あなたは 毎日どうやって学校に行きますか How do you go to school every day? あなたは夕食後いつも何をしますかいつもでもいいんですけどね。普通はの方がいいかな。いつもだと Always になるからね。 でも最近はこれいつもって訳しているのが多いんですよね、なぜかね。どうなんでしょう。まあ、あ、ちょっと待ってね。え、あ、すみません。<laughs> 今ちょっと高い便あの出てきたんで申し訳ないです。どこまで行ったっけ全然覚えてない。あじゃあ、ここからもう一回行きましょうか。これね、<laughs> あなたは分からん。せーの。あなたは夕食後、普通は何をしますか ?What do you usually do after dinner? あなたの妹はどんな食べ物が好きですか ?What food does your sister like? サリは歌うのが好きですか ?Does s a サリ like singing? 彼は朝食に何を食べたいですか ?What does he want to eat for breakfast? 日本の歌を何か歌いますか ?Do you sing any Japanese songs? 英語の本を何冊持っていますか How many English books do you have?